一七ライブを始めました。百万人超えの芸能人の中でやったら。二百五十人でした。東の幸治の本物ラジオ。<laughs> この番組はマイコンの河原ナノゾーンコートサービス。浜田酒造がお送りします。だから数字は嫌いなんです。<laughs> まやかしだけのタレントでいたいでいす本当にあの津軽三味線をずっとやっててで吉田兄弟のお兄さんに週1回教えてもらっててそのお兄さんが「17ライブ」実はコロナ禍で、えー、コンサートであったりとかうそういう客前の仕事が全部キャンセルになってで家の、まあ、自分のスタジオで。 毎日何気なくこう練習して1七、ね、ライブっていうので自分の演奏っていうかそれを見,見ながら、うん、投げ銭みたいなシステムで1年ぐらいずっと1日1時間半ぐらいやってるんですって、ね、とかたまに2時間とかずっとこんなもうすごい人が集まってきて。 あのまあ、やらしい話すごいお金になるんですって言ってで東野さんも、まあ、客前で津軽三味線客前で練習した方がいいからうーん今はそういうコロナ禍で客もちょっと難しいんで一段ライブしたらどうですかって東野さんだったらすぐ来ますよって言ってあ「ほんまですか?」って言って全く分からんけどとにかく吉本に。 一七ライブやるから」って言って吉本興業だ全部くれないからその言うたら投げ銭のお金を吉本は何割か取るっていう、うん、事務所ですから、まあ、それはそれでいいんですけどほんなら一七ライブ側の会社側も東野工事が「一七ライブやってくれんの?」ってなってなんか当日初日4人ぐらい吉本に一七ライブ側が2位ぐらい集まって。 ほんでなんかもうムチムチの女性社員がもう率先して俺の17ライブをセッティングしてやって蓋開けたら250人っていう。<laughs> えっていう。<laughs> あの、さそ,そくさと帰ってきました。ムチムチ女子社員。<laughs> いや、でもとりあえず意味わからんとやって。で、なんでしょう。やっぱちょっとこう全体像が見えた方がいいから、こう引きでね。 弾きででやってるんですよね自分ね2曲しか弾かれへんからまあまあ早々に終わるんですよね。<laughs> でそれを何回もただやるだけですから見てる人にしてもまあおもろないと思うしなんかあれはこう書き込みがあるから例えば「○○さんありがとう」とか質問で「まるさん質問はこうですかいやこれこれこうなんです」っていうやり取り。 憧れの言うたら、うん、芸能人とのやり取りができるのが売りじゃないですか、うん、僕からしたらこう使うャミ線を引きで取らなあかんからかなり離れるんですねでなおかつ視力がラガンで0.4ぐらいやからコメントがまず見えないんですよで自分の姿しか見えなくて、うん、大体1回2分半ぐらいの曲をひたすら黙って弾いてでパッて前見たら、うん、その見てる方の書き込みであの僕スノーみたいなやつで。 僕にウサギのなんか帽子みたいなかぶせられたりとか、なんか風船がわわわわわわってなんかわわわわわわってあのなんか上がってきたりとか、パン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 って花火が上がまるで俺の津軽るジャベ先をふざけてるみたいな。あのなんか小学校の時のあの音楽の時間のそういうバハとかベートーベン似合えするじゃないですか。あんな感じなんですよ。 でなんやこれと思ってようよういろんな人に聞いたら17ライブっていろいろショールームとかいろいろ投げ銭のなんかある中10代、20代の女子が一番多いんですって。で、なんかアイドルとかホストの人がなんかこうやってるのでこう応援するからそんなところによう偉い行ってもうたなと思って。 こっちも負けてられへんから250人の悲しみを背負うと津軽三味線っていうのは言うたら青森の冬の寒さとか風とか辛さとか貧しさみたいなのを背負って弾くからこそ音色が奥深くなるんで250人しかフォローはいてないっていう悲しみで演奏弾けるようになってきたんですよ。ちちょょっっとずつ,ちょっとずつほんでこの間3回目やったんですよ。ほんだらやっぱ多分うイライラしたんですかね。初めてですあの,津軽ジャミセンのネック ね、棒のところの先っぽ三つあの弦3つあってギュギュ,ュっュて巻いてあの音合わすんですけどそれがねあの人間でいう首が折れたみたいな感じでガクンって倒れてぶっ壊れてもらったんですよね <laughs> 終わっちゃいました。<laughs> 俺の一段ライブ <laughs> うんだからまあまあ基本また来週もやろうと思うんですけどとにかく午前中。 聞いてる方多分ねもうおっさんしか聞いてないと思うんで午前中多分働いてると思うんで無理やと思うんですけどどうか一段ライブ俺大体ね今度月曜日10時ぐらいからかなあの30分から40分ぐらいあの津軽ジャムンプ戦やるんであの惨めな惨めなロートルタレント見てくださいよ10代20代にちょけられいじられケラケラ笑われながら一生懸命けなげにやってる。 ロードルタレント笑って使さい <laughs> お願いしますよ本当にまあでもいろんなことをねちょっと挑戦していくのもまあいいのかなと思ってやっているんですうんで今日この,この前に「ワイドナショー」の収録があって、ね、帰りチーフマネージャー大阪には来ないんですけどチーフマネージャーの方がなんか珍しくちょっとお仕事の話かなと思ったらあの同じ、えー、吉本興業の、まあ、同期ですほぼ同期。 リットン調査団の藤原さん二丁目劇場の頃からともに、うん、面白くなりたいと思って頑張って、えーね、デビューして1年目2年目ぐらいにある日約束したんです、うん、10年後、うん、売れてない方が売れてる方にあの1,000円払うっていう勝負を、うん、言われて、うん「分かりました」って言って戦いが始まったんですけど3年目ぐらいですかね藤原さんに。えー もう無理やって言って1000渡されたんですよ <laughs> <laughs> そ,の <laughs> そのリットンの藤原さんが 何でもなんかこう新しいことを挑戦したいと、まあ、ドラマとかもいろいろやってるんですけどやっぱりちゃんとしてるってことこでやり逃げやりすぎ工事テレ東で昔今田さんとやってた番組であの天王洲ダンっていっていろんな芸人さんがワイダンする、まあ、下ネタをちょっとこう、まあ、まあ伝統芸能っぽくワイダンにして、うん、自分の体験とかを、うん、面白い、うん、エロ話下ネタをワイダンするっていうのでリットン藤原さんがよく出てもらったんですけどその藤原さんが今回 ワイダンクラファンというクラウドファンディングに手を出して目標金額が、えー、3000万でも300万でもないです30万円でした、えー、現在、えー、3万ぐらい集まってます <laughs> でそのでクラウドファンディングの企画が現在ちょっとですね宙に浮いてる状態で できればあの本物ラジオでですね「リットン・藤原さんのワイダンのクラファンが今不調だ」というのを一言だけでも言っていただければありがたいですというのを聞いて、えー、大阪に乗り込んできました <laughs> <laughs> もしもよかったら皆さんリットンの藤原さんのツイッターとか SNS とかクラファンもやってるみたいなんでちょっとフォローしていただいて「えー、お金は結構でございます」えー「頑張ってください」とか「応援してます」って応援しなくていいんでその言葉がね 藤原さんには染みると思うんでぜひぜひお願いします <laughs> さあそして、えー、この洋楽なんですけれどもこれ毎週毎週だからいろいろ考えるんですよあの時代この時代の洋楽何しよう何しようって考えててで、ね、今回もやっぱりイギリスからで普通ならだん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 とこう、えー、今に現代に近づいていくんですけど、うん、思い出せば思い出すほどどんどん過去の方に いっちまってま今回おそらく1968年とか7年ぐらいだから僕が生まれた時ぐらい1歳2歳ぐらいのうん楽曲なんですよレッド・ツェッペリンっていうバンドこれだからビートルズとかローリング・ストーンズのあとぐらいにまあハードロックみたいな,なんかブルースのようなロックのようなサイケデリックな感じでうんバンドがいててレッド・ツェッペリン。 っていいううう確かそ意味でレッド・ツェッペリンとディープ・パープルって2大ハードロックバンドだったんですでその中のやっぱメジャーな方がディープ・パープルドゥン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 って始まるのこれディープ・パープルなんそれ知ってるでしょ佐藤君ねこれディープ・パープルえやっぱりだからどうしてもビートルズが人気だったらローリング・ストーンズが好きになるようにやっぱりこう天の尺やからディープ・パープルよりはってことでレッド・ツェッペリン というバンドを知ってで当時三大ギタリストってよく言われてたんですよだから今でいう今でいうっていうか、うん、今から20年30年ぐらい前ビックスリーお笑いビックスリーって言ったらたけしさんたもりさんさんまさんみたいに言われたようにたのきんトリオ3人とかし、うんごさんけとかねごう、えー、ひろみ秀ひ、えー、で野口五郎さんとかっていうので3好きですからで三大ギタリストって言われたのが エリック・クラプトン新日課でなんかクリームっていうバンドを組んでたりとかしてアルコール依存症になったりとかいろいろプライベートで不幸なことがあって20年ほど前30年ほど前ぐらいから k 1が好きになって表参道とか、えー、裏原とかにのガードレールに座ってたりとかいう目撃情報もあってでアンプラグドって言って有名なギタリストですけどこう言うたらアコースティックな感じで昔の楽曲とか弾いてるエリック・クラプトン。 あとジェフ・ベックっていう、まあ、主にバンドっていうのは単体ですごいギタリストっていう人とであとジミー・ペイジっていうのが3代聞いたことありますジミー・ペイジそれがレッド・チェッペリのギタリストなんですよでボーカルがロバート・プラントっていう人で,で2人ともなんとなくパンタロン履いててでなんかちょっとこうサイケデリックなカラフルなオレンジ系の、うん、シャツで胸はだけてちょっと胸毛見えてでなんかこう 肩ぐらいまででのの髪の毛で、ね、ちょっとパーマかけるみたいな感じででドラムがジョン・ボーナムっていう人であとベースも言ってるんですけどベースはなんかいまいちこう存在感がないけど主にこの3人で,で当時ですから60年代後半ですからもう本当に酒女ドラッグ。 もう三大要素全部やってるって感じで,で当時のバンドよくあるんですけどいろんな国に行ってライブするんですけどでホテルに入るでスイートルームに入るそこにグルーピーっていう今でいう追っかけのほうがグルーピーとかがやってきてもうなんかお酒やドラッグやねようわからん感じになってそのスイートルームにあるえ家具とか電化製品を下に投げるっていうね <laughs> これよくやったんですよもうロックスターは。<laughs> で一番投げてたんがあレッド・ツェッペリンだと言われてるぐらい投げまくってる人ででライブになったらおた全員が技術あるからソロの言うたらインストみたいな感じでうんギター弾いたりとか毎回楽曲同じやけど同じように弾かないテクニシャンみたいなことは「ミュージックライフに書いてあったんですよ。ほぼぼ音まで見たことないし僕が好きなところはもう解散してますけれどもっていう当時の話で。 で噂によるところほんまかどうか知りませんけれどもジミー・ページがギターソロピリューってやったらもう長いからロバート・プラントっていうあのボーカルがえ袖に引っ込んで楽屋帰って女の子とエッチして帰ってきて歌うみたいな逸話がほんまかどうかそんな話もあるぐらいの「レッド・ツェッペリン」をちょっとかけたいなと思ってじゃあ楽曲何するかなっていう時に浮かんだのが「天国への階段」か「移民の歌」なんですよ。 どっちしようかって時に「移民の歌」にしたいでなぜ移民の歌かというとこれもうこの本物ラジオで話すネタが30年前40年前の話で本当に申し訳ないんだけど僕ねブブルーザーザローディーが死ぬほど好きなんですよあの全日本プロレスが僕小学校の時5年ぐらいの時大好きで、えー、土曜日のお笑い芸人って土曜日の夜8時何見てたかって言ったら「 ひょうきん族が始まる前は金「きんどん」「きんちゃんのどんとやってみよう」がフジテレビでやってたんです確かねでそれがお化け番組でで8時代よ全員集合はそれ倒してで次ひょうきん族が倒すみたいなお笑い好きはそれの系譜ねそれを追っかけてるんですけど僕ずっとね日本テレビの全日本プロレス中継見てたんですよもう大好きで,で特に好きなのが 年末の世界最強タッグリーグ戦っていうのがあってジャイアント馬場ジャンボ鶴田組とかミル・マスカラスドスカラスっていう覆面レスラーのコンビ兄弟になった多分兄弟ですドスカラスって。とかブッチャー・シーク組とかザ・ファンクスとかの確か俺ね小学校5年ぐらいの時にもうだからクリスマスぐらいですよ決勝がザ・ファンクス。 テリー・ファンクとドリー・ファンク・ジュニアって言って兄弟で青いパンツ履いててで日本の中ではこう言うたらベビーフェイス善玉もんでほんで、えー、悪役がブッチャー飼育組が決勝やったんですよでそれ今でも覚えてますけどで決勝始まるけどブッチャーって地獄つきって言ってなんか指ね人差し指と中指で相手の喉こうつくんですよであとエルボーとか太った体でエルボーとかする技があるんですけどもうザ・飼育って何にもないんですよ <laughs> アラブの怪人で、いつもあの、サウジアラビアの皇太子みたいな感じで、白い布切れに輪っか頭につけて登場するんですけど、もうずっとね、客席ウロウロしてるんですよ。で、客席うろうろし,うろうろして、たまになんか口にがそれみたいな拭いて、火持ってバッて火吹いたりとか、ほぼほぼわざって、蹴る、殴る、キャメルクラッチだけなんですよ。で、その、えー、ブッチャーシークみたい、ザ・ファンクスと戦いがあって、ほんで、その時に、 多分ねザ・シークがそのパンツの中にね大体反則レスラーっていつも狂気隠し持つんですよだからあの線抜きとか,なんかゴスングみたいな先っぽでこう頭つくあとかおでこつくんですよ。なおでこつかれたレスラーはな簡単に着れるようになってるんですけど当時はそんな知らんから子供なんかでそういうのがやってたけどそん時だけ多分優勝したいかどうか知らないんですけど僕からするとねフォークなんですよフォークなんですよ。ああののフのフフフォォーーククイ持ってであの テリーファンク、ドリーファンクのテリーファンクの方筋肉マンでいうテリーマンですよもうで言うたら女の子に人気の字なんで中が開けてたらレイジっぽい前に前に出てくるだからドリーが強しやったらあのー、レイジがテリーファンクなんですよでテリーファンクのどっとね右腕かな右腕のその注射打つところにガンガンフォークで刺すんですよでギアもうファンとかも絶叫してギャって言うぐらい ガガンガン刺すね、いい味出してるジョン・ヒグジっていうスキンヘッドのちっちゃいおじいちゃんみたいなレフェリーがテリーがガン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 ブッチャーシークにフォークで腕刺されてううわっっててもうのた打ち回ってるんですよドリーがこれあかんってなってドリーが、まあ、タ,ックタックチームやからテリーが出てる時はドリーはリングっていうかロープの外で待ってるんですけどこれはあかんってなって兄貴やから入ってくるんですよ。 城口がいっつもねドリーを止めんのよ。お前もあかんあかんあかんって止めてる隙に後ろでぶっちゃーしんくかガンガンフォークでガンガン腕をね刺すんですよ。でもうのた打ち回ってギャーギャー言ってみんなも絶叫してる中それで5分10分休憩してほんでこれはあかんってあの処置せなあかんっていうことでなんか若手レスラーからなんかで。 試合中ですけどなぜかテリー・ファンクだけ控え室に帰っていくんですよ。ほんでドリーが一人で「ブッチャーの地獄続き」とか「エルボー」とか「シークのキャメルクラッチ」とか「殴る蹴る」みたいなのを順番にやられて、ね、これも,もうバンジー級数ワンツーの時に返すんですよ。ほんでわーっていや本当にすごいんながら ほんでさすがにもうドリーこれもうあかんでーってだんだんとワンツーで返したからだんだんとワンツーで返すとかもう2.52.62.72.8ぐらいなってで最終的にブッチャーかなんかでこうエルボーがなんか決まったんからもうこれあかんわと思って上品口がワンツー優勝はブッチャーシンクかと思ったらえ右腕に包帯巻いたテリーが走ってきてね。 腹道めからうわーって走ってきてほんでなんかもう怒り狂ってあの右手はもう使われへんから左でもガン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 怒,怒りをブッチャーシーク殴り続けるんだよでうわーってなってブッチャーシークがなんかつ,ついにこういった押されて押されて、うん、反則負けで,で最終的にザ・ファンクスが優勝する。 っていうのを子供ながらに見てもすげえなと思ってそっから毎年俺の年末はあの世界最強タッグを見るっていうのを毎年やってた中ごめんなさいねあの絶品の話ちょっと長くなりますけどそんな中中ある年に全日本プロレスにブルーザーブローディーっていうのが来日するんですよ でそれは後にあのプロレレススススーパースターパタでで書いてるんですよ「少年サンデー」で連載してたんですけどねいろんなレスラーのことのエピソードを書いてる番組があるんですけど、ねね、当時スター・ハンセンっていうのがウエスタン・ラリアットって言って、あのー、ブルーのサンマルチのニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデンで首の骨を折ったっていうことで,ですごいやつだってなって全日本で言うたらエース格で来るけれども。 ブルーザー・ブローディーも同じ大学のアメフト部やったんですよアメフト部で,で一回新聞記者になるインテリアねんけどプロレスラーに転向してやってくるんですけどそのブルーザー・ブローディーが2メーター超えで体重がもう100なもうすごいでかいんですよ。だから日本人とかめちゃくちゃちっちゃく感じるぐらいでかくてなおかつめちゃくちゃスピーディーでめちゃくちゃジャンプ力あって。で えとボディースラムって技あるじゃないですか相手の股間に右腕入れてほんで肩に担いで投げるっていうなあれも俺初めて見てびっくりしたんですけどブルーザー・ブローディーって軽々と思いやつも軽々と持ち上げてでひょいって投げたらめっちゃ飛ぶんです相手でドーンってなったりとかあとドロップキックも言うたらええー、もう頭の高さまで全然飛べるし。 で馬場さんの16問キックもすごいかもわからんけどブルーザーブロディのキックなんてえぐいぐらい痛そうに見えるしで登場の時はチェーン持ってマタギみたいな格好でだからあのベストみたいな裸に上なんか毛並みのいいだから黒、えー、マリオン陣みたいな、ね、壁画に出てくるような黒マリオン陣みたいなベスト着てで黒パンツに、えー、なんかファーのついた靴履いて。 やっててでそれが世界最強タッグリーグで、えー、ブルーザーブローディジミースヌーカー組っていうのが出てくるんですよねでその時のそうそうごめんなさい登場の曲がレッド・ツェッペリンの移民の歌なんですよ で、それは俺か中学の時ぐらいはレッド・ツェッペリン知ったけどで、ブルーザー・ブローディが好きになったあれこれどっかで聴いた曲だなと思ったらあツェッペリンの移民の歌やなってそれでなおかつ好きになったのもあるんですよで自民スヌーカーとブローディがコンビ組むんですんでなかなかいい感じになるけどいつも自民スヌーカーちょっと軽量級でうんちょっと空手殺還みたいなするんですけど 最終的にそれれがやられて負けちゃうのが多かっほんまは、うん、ブルーザー・ブローディーがなんかこうコーナーポストとかいろんなところが走ってきて「キングコングニードロップ」みたいなめちゃくちゃジャンプしてあいなんか自分の膝相手の頭にドーンってやってやっつけるっていうのが多かったんですけどである時から「ンンブローディー組が登場すするんですよではえー!」ってなって「鳥獣コンビだ」って言われてでそれの決勝が。 ジャンボ鶴田天竜源一郎対スターハンセンブルザーブロディー組だったんですよ。ほんで決勝でそれも俺もリアルタイムっていうかあの普通に土曜日の8時見ててほんで会場もなんか両国国技館ってあのまあ蔵前から両国だったんかな異様な熱気でど,どっちかいうたら、まあ、確かにジャンボ鶴田天竜源一郎も人気やけどもその時はほぼ五分五分か。 64ぐらいでもうハンセンセブローディの方が人気なんですよほんでそれがやっていくうちにどん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 こうハンセンブローディが押していってで場外に落ちたりなんか、うん、天竜を2人でやっつけたり、うん、鶴田を2人でやっつけたりやりながらちょっと場外に落ちたりした時に20分ぐらいたったんかな。 鶴田が下に落ちてで天竜源一郎も下に落ちて確かブローディーが天竜の頭わしづかみにしてリングの中をパって入れるんですよ。でブローディーがまた上がってきてで天竜源一郎をロープに振った時にスター・ハンセンがもう左腕もうのねサポートを上げた瞬間にもう両方うわーってなって。 ウェスタン・リアットでワン・ツー・スリーで勝負ついて優勝する時の後ろでブロディが同じようにワン・ツー・スリーってやってるのがすごくけなげでよかったんですよ。<laughs> <laughs> 一応立てるっていう、まあ、外国人プロレスラーの中でうん言うたらまあ一番トップ横綱は当時スター・ハンセンで,でその次がブロディみたいな感じで立てて優勝するってなってもうすごく子供心に嬉しかった。 でその後アニマルとホークのタッグチームがいってるんですよアニマルとホークのタッグチームあのロードウォリアーズですローードウォリアーズが緊急ラインにするんですけどその時にブルーザー・ブローディーがすると自分はまあまあハンセンと同格もしくはハンセンの次とっていう自覚があるけどこのロードウォリアーズがタッグでやってきて5分ぐらいで。 あの勝負終わってやるけど一時すごい瞬間風速すごいブームになるんですけどそれから全日本プロレス側がやけにそれをね外国人レスラーですか、ね、労働法律はプッシュするからあのブルーザーブロディがちょっとすね張って新日本プロレスの方に行くんですよ。で、ね、猪木さんとやったりとかってやっていくそんな中、えー、プエルトリコがどこかで試合終わりにレスラーの方とえー 喧嘩になりレスラーの方がナイフかなんかでブロディを刺して41歳で亡くなるんですよなんかねってあえぇ、ー、亡くなったんやって当時そのニュース来てショック受けたんですけどもそのブルーザーブロディの入場曲でレッド・チェッペリンのこの移民の歌を聴いてほしいと思いますそれでは本物ラジオ始まります ミュージックライフっぽい私の少年時代はもちろん半世紀にわたって愛された音楽雑誌「ミュージックライフそんな「ミュージックライフに書かれていそうな海外アーティストの裏話や洋楽が好きな本家の皆さんの思い出を送ってもらうコーナーでございますけどいや今回すごいです。 東大阪の匿名希望ですか、この方。えー、東野さん、こんばんは。51歳、男性、うん。だから、2つ下ですね。僕、中3時中1、えー。私もミュージックライフ、買っていました !4 月30日の放送で、ジョン・ライドの名前が出ていたので、ジョンが表紙の83年7月のミュージックライフ、同封します。なんとですね、このミュージックライフ、えー パブリックイメージリミテッドエセックスピストルズを解散してパブリックイメージリミテッドをうーでノリノリのうーんジョン・ライドンが表紙のミュージックライフを送ってくれましたありがとうございますミュージックライフには T シャツやグッズのショップロックザのカタログが載っていました阪急5にもショップがありましたが東野さんはいかがいったことありますかいや俺ね俺阪急5のどっかのフロアで なんか当時流行ってたパンクのだからバッチとか,なんかビョーとかの T シャツとか細身の黒のなんかデニムみたいなのは売ってる店は入りましたけど別にお金もないしこんな店あんねやんってドキドキキしただけです。はい、それはなんとなく覚えてます。昔6月9日にロッ 福袋が販売されており購入しましまた T シャツのデザインを選べるようになっていましたが他に入っているグッズは明らかに売れ残りで知らないヒゲズラのおっさんバンドのバッジなど入っており中学生にはきつかったですその時二度と福袋は買わないと心に決めましたので「MUSICLIFE、えーえー」ここにあります「ロック・ジェネレーションのためのミュージックライフなんですよ俺俺の中の思い出はもっとカラーの写真いっぱいあると思うんですけど ほぼ白黒なんですよね最初の方だけですあの時代でカルチャークラブが来日、えー、ボーイ・ジョージが助走しているっていう時代ですねカーマー気まぐれそしてニューアルバムを引っさげてパブリック・イメージ・リミテッド日本に建参あの、えー、ジョニー・ライドンがついに日本にやってくるということで、えー、そのカラー・ジャチンそして、えー、なぜか貧困法制なミック・ジャガーが。 うーんこの頃からそうですねミック・ジャガーがうーんロ,ローリング・ストーンズの中でもう薬をする時代じゃない女ばっかり行く時代じゃないうーだから僕の中でロックアーティストがジョギングしたのはミック・ジャガーとマドンナからですからミック・ジャガーとマドンナが時代変えたんですよ。えー、そのミック・ジャガーにです、ね、日本人形を、えー プレゼントした写真ですねね当時ね <laughs> 絶対こんなん踏んづけて帰ったんやろなと思うんですけどどうなんでしょうか、えー、記念の場で、えー、記念の盾が本誌統合編集長より直接ミックに手渡されたってことで、えー、当時この統合編集長は女性で。 夜霧のハウスマヌカン的なヘアスタイルで、えー、ミックと写真撮ってますから終わってからご飯食べたりとかしていや俺も勝手なことほんま勝手なこと言いますけど東郷編集長お気に入りのアーティストに抱かれたんやろなと <laughs> 勝手に思ってる次第なんですけどほらだってパブリックイメージリミテッドのメンバーと東郷編集長が写真撮ってますし東郷編集長はめちゃめちゃええ仕事ですね。 そう世界的なロックスターが来て必ず日本では東郷編集長がお話聞くっていうところでございますから今頃何されてるんでしょうかで僕は以前も喋りましたけどこの「ミュージックライフの最後の方で新譜アルバムが発売されてでそれのなんかその。 聞いた感想をだから伊藤清則さんがん「ブラックフット革命と反乱、ね」ね誰も見向きもしなかった「ブラックフット」を毎週新宿椿ハウスでかけ続けた最初は誰一人としてディスコのフロアに出ようとしなかったそして今僕はこのアルバムでフロアを前にしてるどうだみたいなことのコメント読んで「あそうなんやブラックフットってそうなんや」って俺は中学2年3年は思ってて一回も聞くことなく例えばね えー、トーキングヘッズっていう有名なバンドあるんですけど「スピーキング・イン・タングス」っていうアルバムが発売されて星が4つえー、星4つなんやあってでついに出ましたなんと待つこと2年半その間ソロやライブや「トムトムクラブ」や「トムトムクラブ」ってあったんですなんかあのワープロの音から始まる音でね「えー、トムトムクラブ」や「出産」やいろいろとあった、えー、どんな LP なんだろうって時代は当時 LP でしたから期待を集めていた新作。 だけどあまり前作と大きな変化はなく <laughs> っていうようなちょっと辛口があったりとかするのがちょっとなんか面白いなぁと思ってずーっと読んでました、えー、この方もだからピンクのね、えー、蛍光のペンで線が入って気になるアルバムを弾いていたんでしょうそして、えー、バナナラマっていうなんかこうアイドル人気があったりとかあホールオーツね えー、ダリル・ルホーージョン・オーツほぼ、えー、ダリル・ホールのファンという、えー、ホールオーツ <laughs> メインアットワークって労働者っていう意味なんですけど、えー、だからスタッフの方がこういうふうなね建設現場のカッコを指してご機嫌で写真撮ったりとかいうあとよくわかるスーパースターレスデンでクイーンが特集されて、えー、クイーンの似顔絵とかクイーンはこういうメンバーですよっていうふうな書かれていますっていう。 うんだからドラムのロジャー・テイラーがマルボロに火をつけるロジャー当時流行していた首飾り式携帯ライターを愛用240円のマルボロも現在は260円ってなことを書いての「へえー」っていう風にうに宝塚のうんところで僕はこの雑誌読んでワクワクしていたということでございますから本当にありがとうございます。 さあ他にもですねーメール来ておりますミュージックライフっぽいこの方ラジオネームエートルズさん,うん東野さんこんばんは僕は35歳で弱くはオアシスが好きだから35歳のあなたからすると多分学生時代はもうオアシスなんでしょうねオアシスかブラなんでしょう昔愛読していた雑誌にノエル・ギャラガーがこれはお兄ちゃんですね弟がリアムでお兄ちゃんがノエルインタビューに答えていました「ノエルは日本が好きだ」が「 これね、もう有名な曲ですよ本当に全員で歌ってますからねこれね「えー、日本が好きだった、えー、特にラーメンが好きだと言っていました」いやちょっと話し飛びますけど「モーニング・グローリー」2作目のね「オアシスの」の最高のアルバムがと思いますよ全部の曲が素晴らしいっていう俺もあの2枚目のアルバムを10枚選べって言ったら選びますよね好きな洋楽10枚選べの中で あ、聞聞聞いいいいいててままししたたさんなきよよねねですこれこれだから多分ねリアム・ギャラーガーのおかげで後ろ手組んで歌うやつ増えたしリアム・ギャラーガーのおかげでデニムにジ,ーパーあのジャージの上着るやつ増えたしあれハロルド作詞詞のロックマンがありましたよねベッ,クベック。あれであの、歌い方ってあれもどうリアムの歌い方ですもんねどう考えても。 のいで「ノエルは日本が好きだラーメンが好きだ」と言っていましたそしてラーメンに載ってる牛肉あれが特に最高だったよと言いました牛肉と思ったんですがやはりそこはインタビュアーの方も即座におそらくラーメンに載っていたお肉は豚肉だと思いますよと言いましたしかしノエルはいやあれ絶対牛肉だったと一歩も引きません当時ギターを一生懸命練習してた僕はこんなことを読むために雑誌を買ってるんじゃないのになと思い,が思いながらいやいやこれは贅沢ですよ。 僕らの時代なんて洋楽なんて聞く、YouTube もなければ小林克也のなんかアメリカ西海岸の香りをするような洋楽しか教えてくれないしロンドンの音楽なんてほぼ皆無でしたからラジオぐらいだったから。はい それから15年経ち今僕はラーメン屋を営んでいますラーメンの歴史も勉強したんですがこの論争を推理したんですが当時はまだ牛肉をのせる有名なラーメン店はほぼ皆無ですし仮に牛肉を乗せていたとしても当時のラーメンの値段を考えると今流通しているものにかなり質の悪いものを使わなければ商売として成り立たないはずです。というよりお肉の質が上がっている今の時代でもラーメンの単価で美味しい牛肉を乗せるのは至難の、えー、技です。小さな島国の一般人がこんなことを世界のトップアーティストに言うものなんですが僕 僕もノエルと食べたお肉は豚肉だったと思いますと宮島さんどう思いますかどっちでもいいです <laughs> どっちでもいいです僕ははいありがとうございますオアシスでございましたなんかオアシスのねあンナーのステッカーもかっこいいですよねデザインね、えー、この方長崎県金玉尾さん <laughs> ダディこんばんはとこんばんはと 初めてお便りしますと僕の洋服の思い出ですがシンディ・ローパーの「グーニーズはグッドイナフです」映画「グーニーズ」のテーマ曲で当時貧乏で映画を見れなかった僕は金持ちで映画を見た上にレコードまで買った友達に頼み込んでレコードを聴かせてもらいましたそうそうそうなんですよなんか金持ちの家にしかあのなんかそういう映画のサントラなんてみんなそんな買うお金なかったんちゃうかな。ひろこの 川映画ぐらいちゃいますサントラ買ってたうちの兄貴買ってたからセ偽ー楽ーと期間中友達に頼み込んでレコードを聴かせてもらいました英語も歌詞の意味も分からなかったんですがメロディーの良さとシンディ・ローパーの声量の凄さに感動したのを覚えていますだからシンディ・ローパーはあれですね居酒屋で日本の居酒屋で経営したらちょっと日本語喋れたりするんですよねはいよく日本来てましたもん本当にあとはあのエイズの撲滅キャンペーンの時のレコーディングでえー 誰かカシャ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 言うてるって言ってシンディーローバーバがつけてる仲物でしたでそういうのなんかあの見ましたドキュメンタリーでメロディの里シンディーローパーの声量の凄さに感動したのを覚えてますそして成人してからできた洋楽好きな彼女と「大阪城ホールシンディーローパー見に行きました」「一席2万円彼女の分も出して4万円」えー「米粒のようなシンディーローパーを見て付き合いだての僕たちは微妙な空気になる,なるよねうん。 今はその彼女と結婚し彼女のふるさと長崎県で死ぬほど面白くない毎日を過ごしただ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 大阪のラジオを聞いてます長崎県で死ぬほど面白くない毎日を過ごしいやそんなことないと思うで分からんけどなんか家族のためになんか頑張ったらきっといいことあると思いますよ。 本物ラジオめちゃくちゃゃく面白いいいです。す。や、ありがとうございます死ぬほど毎日が面白くないから面白く感じるんじゃないかな <laughs> もっともっと面白いことあると思うよ YouTube とか今の時代だって自分で死ぬほど YouTube でね好きな音楽とかまあ誰が見てんのか聞いてるのか分からんけど <laughs> やったりとかして面白いこと何でも見つかると思うんではいあの。 本物ラジオのですね、えー、まステッカーというかお札、えー、そしてえねあのバッチ差し上げますんで、ちょっとはなんかいいことあったと思うんで、あの <laughs> 励みにしてください。大阪府ラジオネーム胸の他人の奈良のシカありがとうございます。カモンタツオさんのファンなんでしょうかありがとうございます。<laughs> ミュージックライフっぽいお便りです高校生の時家,、えー、家庭教師のお兄さんが聞かせてくれたのが「ホテルカリフォルニア」ねまあ名曲ですよね確かに、えー、渋いボーカルとかっこいいギターにはまり繰り返し聴きましただからそうなんか西海岸のなんか当時イーグルスは解散しておりすでにね そうなんですよだからたまたま知った曲をたどっていたら、まあ、解散っていうのがめちゃくちゃ多かったんですよねドン,ヘリドンヘリ・ヘンリーとグレー・フライっていう2人ともだって売れっ子のピンでしたもん、はい、ソロで活動 m t v にもよく見ましただから当時僕が高校そ3年ぐらいから m t v が高校2年から m t v が始まってなんか見せる音楽みたいなのが流行ったっていうところでございますから。 うーん、FM 大阪主催で会場が旧ケイホール大きすぎないホールでそう大きすぎないところで俺ねガイタレみたいんですよとても盛り上がりましたアンコールで聴かせてくれたイーグルスの名曲「デスペラード」「サンキュー大阪」の言葉に感激で涙が止まりませんでした その後、イーグルスは再結成され、来日公演にも喜んでいきました。しかし、内情はドロドロしていたようです。ホテルカリフォルニアを作曲したドン・フェルダーが冷遇され、ギャラの取り分で揉め、裁判にまでなったのです。後にドン・フェルダーは辞典を出しました。タイトルは、天国と地獄、イーグルスという人生。ファンとしては複雑な気持ちです。まあね、いろんなことあるんですよね。だからすごいお金が… 一曲ヒットすれば世界中で英語圏でね世界中で売れるわけですからで毎年毎年もうすごい額の印税が入ってくるから揉めちゃうんですねなかなかずっとバンドを継続するっていうのはなかなか難しいとは思うんですけれどもイーグルスでございますありがとうございます、えー、永遠のブクブク兵庫県の方、えー、東野さんこんばんは僕はザ・フーが大好きな27歳ですフーは一昨年アルバムを13年ぶりに発売したのはご存知ですかもう全然知らん まかっこいいよねこんなん学生中学ぐらいの時聞いたらめちゃめちゃかっこいいやんって何歌ってるか知らんけどって思いますよねそうザフードこれでかけながら申し訳ないけど俺今週ねリンダリンダリンダっていう映画見たんですよちょっと田舎の高校生の文化祭で3日前かな軽音楽部で女子の4人バンドで俺これ言おうと思って帰ってきたんですよ 2005年の映画「リンダリンダリンダ」山下監督口の周りのひげがボーボーの監督でこれで多分有名だったんちゃいますかねえー、カシン・ユニさん小田切城の奥さん,うんそれと前田晃さん、えー、中村勘九郎さんの奥さんの多分妹だと思うんですほんでねベースボールベアーのベースの関根さんっていう人でペ・ドゥナっていう韓国の俳優さんの4人が「 設定で言うと文化祭で軽音楽部ででそのボーカルの人がなんかえとかギターが喧嘩するでほんまは一緒にやってたメンバーと喧嘩してほんでなんとなく決めて日本語は片言なそのペ・ドゥナさん役の人がメンバーに入って大至急その子が「リンダリンダ」とか「ブルーハーツ」の楽曲を歌詞をカラオケで覚えてたりとかしててでそれぞれが一生懸命頑張って。うん 文化祭にななっって日目やたんかみんなとにかく一生懸命演奏を覚えてで疲れ果てて寝過ごして急いでバス乗って学校に行くけどめちゃくちゃ大雨降っててで大雨降ってるっていう理由でその文化祭自体外でやってる模擬店とかそういうのがどん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 みんななぜか体育館に集まってどん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 人が あの膨れ上がってきてんで前座でやってる軽音楽部の人とかの演奏も歌もめちゃくちゃよくてどんどん集まってくる中そのメンバーが演奏するっていう映画で何気なく見たらめちゃめちゃええやんと思って俺基本的になんかあの文化祭とかバンドとか雨っていう設定が好きなんですよ。なんかあのー 台風昔工藤夕貴相馬井監督の「台風クラブ」っていうのもなんか台風が近づいてくるっていうなんか不安な感じとドキドキした感じとなんか制服がびしょびしょになる夏みたいなのが意外と好きで今は工藤由紀さん富士山の麓で畑作業をしてなんかあの話とりますけど俺女優さんがシャンソン歌ったり 土いじりするのが大嫌いで、あとオーガニックな素材の服作るのも大嫌いなんですよ。だからあの俺あの青春でんてけてけてけっていう本があって、てけ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 っていうやつが四国の田舎の話で、それはなんか小説化になってねてけ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 ってローラーズなんかな、それに衝撃受けてバンド組むっていうね披露するっていうのも好きやし。 ね、リンダリンダええなと思って、ね、その「青春伝」だけも後に映画化されて面白いけど映画館見に行ったんですけどアマゾンプライムもネットフリックスもないんですよねだから見たいなと思ってでも買うまでかって思ったらちょっとなんか二の足踏んでるんですけどあと俺「家族ゲーム」っていうまあそれちょっと話変わりますけど日本で一番好きな映画であと「霧島部活やめる」っていうのも好きやし、ね、パッチキ好きやしでそんな中でその「 『高校生』っていう映画でノミネートしましたっていうだけの話なんですけど申し訳ございませんこの「ザ・ h e の書いた方思い出したイギリスのバンドの「ザ・ h e f 聞かれましたかまたイギリスのバンドの面白い話を教えてくださいいやだからほぼほぼね「t ーは通ってないんですよね僕の中で通ってないんですけど確かロンドンオリンピックの閉会式がなんかでおじさんになって演奏してたような記憶はありますけど自分の中ではか,あのかすってないです。 最後この方八尾の「ボヘミアン・ラプソディ」表現第1回目よりラジコにて拝聴させていただいています私が本格的に洋楽がハマったきっかけは漫画「バカロニほうれん草少年チャンピオン」でね俺衝撃でした「バカロニほうれん草鴨川つばめ」めちゃくちゃ好きでしたでその中でサブカル漫才のぶっ飛んだギャグ漫画で表紙が6丁そう,そうなんです小学校の時俺流行ってで1年にギャグ漫画家の あの言うたら寿命ってすごく短くて2巻ぐらいで終わるんですよ。漫画は5巻ぐらいでまでいくんですけど2巻でもね燃え尽きるんですよ。後に本とか情報で知ったんですけどその頃毎週刊誌でギャグ作るって言って謎の栄養ドリンク飲みながら一切寝ずに書いてたら5巻ぐらいでぶっ倒れて5年ぐらい万年度この下に出バ包丁を置いて寝てたんですって。 で、それから漫画も描けなくなってなんかど,どっかのソープランドの従業員やったりラブホテルのシーツ替えとかしてたんからいろんなことがあったって鴨川燕さんなんんんかで俺読んだんで俺だすよ、ね、うんいや、辛いんですよガキデカとかねあの頃少年ジャンプ」でガキデカとかマカロニとかあって一気に面白くなるけど一気におかしなっていくんですよ。<laughs> で学校の先生が奇抜な衣装で叫ぶシーンがあってこの元のネタが「クイーン」「そう」興味本位でアルバム買ってみ、えー、見ると「ボヘミアン・ラブソディ」が収録されていました衝撃を受け「クイーン」にハマった俺全く一緒俺は、えー、グレーテストヒッツっていうのを中1か中2中23買って衝撃を受けたんですよ。一番のの衝撃はフレディ死 フレディ追悼ライブで、えー、ジョージ・マイケルが、えー、サンバディ・トゥーラブを、えー、す,ごすぎて涙が止まりまりせんでしたジョージ・マイケルがフレディに代わって、うん、ブライアン・メイがジョージ・マイケルにお願いしてだワムのボーカルやったんですよ。 さっきミュージックライフっぽいでダリル,ダリルジョン・オーツっていうディオがいたんですけどワムっていうイギリスのアイドルディオがいててほぼほぼ全員ジョージ・マイケルファンなんですけどジョージ・マイケルがファンなんですけどなんかいろいろ公衆ベでなんか変なことして捕まったりとかしててでもそこ悪いけどやっぱり海外ってやっぱそのセカンドチャンスサードチャンス。 フォースチャンス、フィフスチャンス与えるから僕は好きなんですけど俺はぜひぜひジョージ・マイケルでボーカルになってクイーンで結成してほしいなとは本当に思うんですけどはい、東野さんの予約好きには超驚きでした今後ともガンガン幅広く紹介してくださいということで、えー、僕も本当にマカロニホレンさんも好きですしクイーンも好きでした紹介したメールにはオフだと,、えー、とバッチ差し上げたいと思いますす皆さんからのですね、情報おお待ちしております。 高知に教えて東の高知が今気になっていることを本家の皆さんに教えてもらうコーナーですメッセージを紹介した方には本物のバッジを贈呈いたします今日はかつてのスタッフさんね、えー、来ましたメールかつての共演者から来ました原田専門家知ってます知ってます初、えー、めまして幻ラジオから聞いてますあありがとうございます 陣内智則の面白い方、原田専門家と申します。映像を作ってるやつですよね。陣内が突っ込んでるっていう。過去に行列のできる法律相談所でご一緒したことがあります。覚えてますでしょうか覚えてますよ。楽屋までわざわざ、えー、挨拶来てくれました。 当時まだ麹町の潰れる前のスタジオの方ですよね日本テレビ「えー、パモン」というパーソナルな家紋で個人のアイコンを作っていたものです収録の時にある言葉をうっかり発言してしまいとっさに東野さんがキリッとにらみつけ「ネイティブアメリカンね」と訂正し僕もすぐに言い直し放送はそこから使われておりこの人はものすごくアンテナをあり巡らせてる人なんだなと感,性感心した思いがありますそんなことないです。もう別に怒ってませんし ネイティブアメリカンねっていうおかしいでしょ。<laughs> あネイティブアメリカンですかってことですね、えー。その後すごい数のチームをやっと作り終えぼそと続けています。あよかったじゃないですか。えー、陣内智則のネタ作り YouTube のお手伝いをしておりますとまた水道橋博士の家の影武者家業もしていて朝佐ヶ谷ヤング用品店朝ヤンという配信イベントも手伝っておりそうですよ水道橋博士からよー俺ツイッターの DM 来るんすよ。で、ね、なんかその。 朝ヶ谷ヤング用品っていうの YouTube でやってる映像暇だったら時間忙しいと思いますけど暇だったら見てください暇だったら見てくださいって言ってわ <laughs>、まあ、かりましたわかりましたって言って自分のツイッターで何も宣伝せへんかったらもしよかったらつぶやいてくださいって <laughs> <laughs> 今度俺出ますよ7月すいだ星博士のその多分阿佐ヶ谷ヤング用品店からんかな「週刊文春」の本出たんですよ。 あれのなんかそのイベントみたいなのがあるんで僕好きだって幻ラジオで喋ってたらうんそういうお話が来たんでちょっとぜひぜひちょっとねそちらの方もうんちょっとチェックしてほしいと思います。水道橋博士もいろいろやっておりますからお願いします。そうそうそして俺あれも見たんです。最近だからコロナ禍で今ねスケジュール大体た日本通りじゃないですかで A の州と B の州があったら A の州が意外とぎっちりなんですけど B の州って俺意外と楽なんですよで楽な時に あれ見ましたネットフリックスで「私遺品整理士です」「ムーブ・トゥー・ヘブン」「面白かったです」「あのー、遺品を整理する」っていうお父さんと息子さん2人で,で息子さんが、まあ、障害というか個性をお持ちでで、まあ、言ったら「 いろんな事情で亡くななった方、えー、なおかつ家族と疎遠になってた方で亡くなる死者の方は亡くなる時亡くなる前に一体どういう生活していたのかっていうのをうんこの息子さんがいろいろ分かっちゃうんです。でその分かったことをうーん丁寧にその家族の方とか唯一の身内とか知り合いの方にお伝えするっていう。 話なんですけど第1話目で別にこれネタバレないと,ないと思うんですけどお父さんと息子でやってるんですけどお父さんがうーんちょっとある事情で亡くなっちゃって。 身元引き受け人が必要やっていうことで元地下闘技場みたいなところで喧嘩してお金稼いでた人が誤って人を殴って警察に捕まって刑期を終て出てきた人がこの人の投影に当たるっていうところで身元引き受け人みたいな感じになって2人で生活が始まるっていう感じで始まって っていうちょっとなんかどうなんこれとかちょっと思ったりもするけどトータルで見たら面白いしおそらくこれ日本のドラマこれやりますねっていう感じでいい話ですしグッとくるところもあるんで是非皆さんもよかったら見てほしいなって勝手に 皆さんに教えちゃいました。申し訳ございません。っていうところでございます。今週はここまででございます。工事に教えては。はえー、皆さんも僕に教えたことがあったら何でも結構おすすめ。エンタメとかかつてのスタッフさんとかうーんお願いします。採用された方には本物バッチ差し上げます。宛先に教えるとつけてメールをお願いします。 エンンディングでございます。番組では「ミュージックライフっぽい工事に教えて日常」今日しなかったけどね皆さんの日常を教えてくださいとメール募集しておりますメッセージ紹介した方全員にお札 ナノゾーンコートサービスの携帯用光触媒コーティングスプレーナノソールでございますえー、これを手につけるとですねいいことがあると、えー、僕は思っております皆さんもきっといいことがあると思います、えー、長崎県の一つも面白くない生活をしてる方、えー、どうか、えー、どうかその方に幸せがありますように、えー、僕も、えー、本気の皆さんの幸せを祈っております、えー、はがき郵便番号5308004 ABC ラジオ東野浩次の本物ラジオメールは HH‐abc‐1008.comHH‐abc‐1008.com マークマークそして本物ラジオからのお知らせ六月七日から ABC ラジオではリスナー大感謝祭りを開催しますその期間にあたる六月十一日の放送「本物ラジオ」で「リアタイ限定本物グッズプレゼントスペシャル」をやっちゃいます。 当日の放送で合言葉を発表。その合言葉を書いて、放送中にメールを送ってくれた本家さんの中から抽選で、本物キャップか、東の激戦、おすすめ DVD、あの、以前終わってからなんかおすすめ DVD ないですかって、これで使うんですか果たして僕が勧めた DVD はこれでよかったのかなまた来週、 どんな DVD がいいと思いますけどこれ本家の人喜ぶんかな <laughs> 俺は個人的にめちゃくちゃ好きなんですけど多分思ってる感じと違うと思うんですけどおすすめ DVD をプレゼントしたいと思います。6月11日の放送これ大事なんですよね これで誰も聞いてなかったら番組が吹っ飛びます。<laughs> <laughs> ぜひぜひ。でも俺聞いてんのおっさんしか聞いてんようなお聞きするんですけど。ぜひぜひ皆さん聞いてほしいと思います。さあ、そういうわけでお時間来ました。今夜は以上でございます。それではまた聞いたってや。バイバーイこの番組はマイコンのコウハラナノゾーンコートサービス浜田酒造がお送りしました。